江戸の下級武士は三番勤めといって3日間のうち1日か2日の勤務だった業務量に比べて人数が多すぎたことから仕事を分け合っていたのである非番の日は武芸と学問を治める建前だが武士は副業に励んだ教科師太田南穂も 武士のの務めと文芸の指導を兼業していた加納正治岐阜聖徳学園大教授の著書によれば「南畝の淵は現代のお金に換算すると230万円ほど」「教科の指導料などで家計を補っていた」「ただ微禄とはいえよりどころは武士の安定した収入にあったようだ」 当政において人口減少が進む地方自治体は議員の成り手不足に頭を悩ませているその解決策の一助となるよう地方議員の兼業規制が緩和される自治体と取引している個人事業主は議員を兼務できなかったが法改正で年間取引額が300万円以下であれば容認される。 女性や会社員が仕事を続けながら議員を兼業できるよう環境を整備すべきだとの意見も根強い政府の地方制度調査会は議会制度改革の答申案をまとめたが会社員の立候補休暇制度は議論の末に見送りとなった来春の統一地方制を活性化させる妙案は他にないものか